サム、どうした？あれ？わからない。BB が動かないんだ。え？大丈夫。一時的に機能は停止するが、修復は可能だ。配送センターの設備でメンテができる。この先の配送センターへ急いでくれ。わかりました。よし。来たー。いやー、これ結構今回破損したんじゃないかな。わっ、またクリスマス。サムブリッジズ、第二次遠征隊だろ。たった一人でカイラル通信をつないで荷物まで運んでくれるとはな。早速荷物を見させてもらうよ。よく運んでくれたな。ありがとう。ありがとうございますだろ。 BT の座礁地帯をくぐり抜けてきたんだろ。伝説の配達人って噂は本当だ。新人ですけどね。え、ここのさ、地域の人たちはみんなクリスマスパーティーなの？みんな頭クリスマスパーティーなの？さあ、いよいよだ。キュービットを接続してくれ。あ、はい。このブチーって撮ったけど、そんなんで大丈夫？撮り方、サム。もっと優しくね。女性を扱うかのように優しくね。あ、女性扱ったことない。あ、そうかそうか、君も DT だったんだな。うわー、お、つながった。イエーイ。サム、UCA 加盟を一つ増やしてくれたな。ありがとう。なんでクリスマスなの？持ってきてくれた素材とカイラルプリンターがあれば、遠隔地のものもここで生成できる。つまり配達人の苦労も減るわけだ。頑張って西までつないでくれ。簡単に言ってくれるなよ。頭クリスマス。カイラル通信が、もうお前もかぶれよ、サンタ帽。サム、地下にあるプライベートルームに行ってくれ。 BB をインキュベーターにつなぐ。あ、はーい。デッドマン、聞いてるか？どうしたらいい？いいか、サム、ポットを取り外してインキュベーターにつなぐんだ。ユキチン、ユキチン、もう大丈夫だよ。繋いだ。お、よし。これもカイラルグラム。一時的なストレス状態だ。母親の子宮に戻してやればもう大丈夫。え？これが子宮の母親？母親はキャピタルノットの集中治療室にいる。ああ、さっき出てきた。リサとか言われてた。ビビーはスティルマザーの子宮の中で死の世界と繋がっている。え、どういうこと？そして君も。BB を介してその母親とつながっているからこそ BT を感じ取れるんだ。このポッド内の環境はスティルマザーの子宮の疑似状態に設定されている。 BB には常にスティルマザーの子宮内にいると思わせる必要があるんだよ。と言っても長い時間騙し続けることはできない。だからカイラル通信を使って最新のスティルマザーの環境データと定期的に同期する必要があるんだ。なるほど、わからん。見ろ、キャピタルノットシティで眠っているスティルマザーの子宮内環境データと BB がリンクしてポッド内環境を最新状態に更新している。あはは、うん、こうやってスティルマザーの子宮に戻してやればこいつのストレスは一時的に収まる。本当なら母親のお腹にいるべきだからな。いや、怖い。元気になった。オキシトシンの分泌量も再調整しよう。今後はこんなに早く自家中毒は起こさないだろう。だが BB はあくまでも装備品でしかない。あまり入れ込むんじゃないぞ。
物理的にスティルマザーの子宮から離されている。そのせいで BB という装備はとても不安定で非常に危険なんだ。へえ。対応期間も1年以上持った実例はない。だからこの遠征が終わるまで寿命が短いんだ。どうなの、 BB を助ける方法はないのか。今のところ BB についてはほとんど解明されていないのが現状だ。解明されてない。カイラル通信がつながって過去の資料が復元されれば何か分かるようになるかもな。ああそうだ、あんたの血液に BT が反応を示した件についてだが、ハートマンにも相談した。もうじき検証結果が出るだろう。とにかくあんたも休め。あんたも BB も疲労が溜まってる、うん、おやすみサム。おやすみ。あ、母親が脳死状態だから、脳死してるから死の世界とつながっちゃってるのね。で、死の世界とつながってるその母親の子宮と同じような環境を作りたいっていうこと。はあ、なるほど。BB についてはまだ解明されてないことが多いって、BB を開発したのはこの人たちじゃないんだね。あ、怖い。メアリー？アメリー？あ、サム？怖い怖い。私が見える？そっちはどうなんだ？出ることはできないけど、見張りもいないし、縛られてもいない。いい生活じゃん。カイラル通信がここまで繋がってくれたら東に戻れるわ。あなたさえ来てくれたら戻れるの。はいはい、ありがとう。嬉しかった。これ兄弟なの？もう猶予がないの。都市では少しずつ人の数が減ってきている。子供も生まれなくなってきている。日本じゃん。人は孤立する生き物じゃない。寄り添ってお互いを補う生き物だから。この国を生き返らせて、みんながもう一度つながらないと。そうね、ブリジットは言っていた、絶滅だって。ああ、だがアメリカを再建しても奴らはいなくならない。絶滅は避けられない、奴らがいる限り。いいえ、まだ希望はある。まあ童貞だもんね。童貞、全員童貞になったらそりゃ人類は絶滅するよね。サム、待ってるわ。だって童貞だもん。あなただけを、私を助けて。ふん、なんか兄弟にしては不思議な。サム、私だ。はい、フェア太郎です。起きたばかりだから君もさっぱりしたいだな。あ、どうだ、シャワーを浴びておかお風呂シーンを期待してる。君にとってもいいことがあるし、実は私も見たいものがあるんだ。え、ちょっとド変態じゃねえかこいつちょっとちょっと、見たいものがあるって、それ見たいものでしょ？いや、ド変態じゃねえか。おいおい、大変なんだよ、編集。これ。あーあーあああ、もう。ああ、編集の手間が増えた。ああああ。何を見たいの？どこにカメラつけてんの？ポルノハブとかで売るのやめてね、この映像。その排水は研究用に対して、BT へ与える影響を調べるんだ。へえ。他のドゥームスは調べたのか？ブリティーズはみんな調べたよ。私やママも今のところ顕著な結果は出ていない。
おしっこしよう。だが君はドゥームスで機関車という稀に見る資質の持ち主だからね。私にとっても希望なの。あーもうこれ編集が老廃物タイラルモードチェックストックします。やだ。抽出したサンプルは君の装備にも入れておく。機会があったら BT に対して使ってみてくれないか。どういうこと？奴らの反応が知りたいんだ。自分のシャワー浴びたお湯。君の役にも立つはずだ。童貞にかけるの？ BT がルームスの体液に対して何らかの反応を示したという古いレポートもあるらしい。それらの記録が一つになれば多くの謎が解明されるだろう。デスストランディングのことはもちろん、君のその特殊な体質や我々ドゥームスのことも、人類を救うことだってできるかもしれない。さすが童貞。サム、体液に反応する。失われた過去を復元したいんだ。うん、もうすぐ時間だ。なになに、何の時間？繋いでも何もなかったらどうする？どうするんだ？通信切れた。サム。はい、フェアタロです。休憩中にすまないが、君に伝えておきたいことがある。きっと疲れを癒してくれるはずだ。君が配送をした相手から君宛にメールが届いているんだ。お。メールは依頼人や受取人と君を結ぶ貴重な情報が得られることもあるだろう。届いたメールは手錠端末かプライベートルームの端末で確認してくれ。おっと、それからもう一つ、カイラル通信は我々を過去の記録ともつなげてくれる。この大陸の各地で失われ断片化したデータが統合されて再び意味をなすようになる。本部ではアーカイブの再構築が始まっている。カイラル通信接続エリアの拡大に伴って過去の記録やデータも順次復旧していくはずだ。第一次遠征隊が本部に送っていた記録はセントラルノットシティの消滅とともに失われてしまった。はあ、その当時の記録や証言も復活し始めている。はあ、こちらもプライベートルームの端末あるいは手錠端末でアーカイブを開いて確認してくれ。読み物系ってことね。記録が読めるはずだ。わお。なんもないよそこサム。なんもないよそこ指さしても。おじさん構文とか書いてくるやついないかな。めちゃめちゃ絵文字使って。こんばんは、フェアタロちゃん。今日は元気かな？僕の息子も元気いっぱいで困っちゃうよ。フェアタロちゃんに沈めてもらえないかな？なんちゃって。みたいなおじさん構文送ってくるやついないのかな？このドキュメンツに関しては動画本編内でいちいち全部読んでいるとちょっとね間延びしちゃうので、動画の最後にねコラムというかおまけとしてこの内容はつけていきたいと思います。行きますか。あ、また何か見えるのかな。これじゃ約束と違う。あなたは BB だけなら助けられるかもしれないと言った。まだ帰ってない。もう少し時間が必要なの。私を信じて、最善は尽くしている。嘘だ、仮面をかぶったあなたをこれ以上信じられない。どういうこと？あのイケオジはなんか騙されたの？なんだろう。すごい気になる。サム、はい、今のところ BB の調子はどうだ？絶好調です。ああ、一つ聞いていいか？どうした？あ、私の調子BB をつなぐとき何かが見えるんだ。ああ、そうそう。見える？どんなものが？イケオジです。誰かがこっちを見て呼んでいる。知らない顔だ。イケオジです。それにどこかの部屋、誰かが会話をしているようだが脈絡がない。だから言っただろう、やはり BB の記憶があんたに向かって逆流しているんだ。それがあんたに幻覚を見せている。いいか、 BB は28週間前後でステルマザーから摘出され、そのまま BB ポッド内に移される。生命として誕生する前にな。その段階で成長が止まる。だがこの時点で
視覚や聴覚などの五感はほぼ形成されているんだ。 BB が受容していた刺激や情報が体感した記憶となってあんたの神経系に逆流したと考えられる。じゃあ、あの男は誰なんだ？さあな、医療スタッフか製造時の関係者かもしれん。それは装備として何度も使われている。へえ。多くの人間に接触しているから特定は難しいだろう。何もわからないのか？ビビーは以前研究されていたらしい。だが長い間封印されていた。ビビーの中身はブラックボックスだ。原理もわからず使っているというわけなんだ。俺なりに研究をしているんだが、何せ過去の記録もほとんどない。今後も BB のことは調べる。何か分かったら知らせるよ。ずっと封印されてたんだ。サム、配送端末にアクセスして配送依頼を確認してくれ。はーい。まあ赤ちゃんエケチェンを使うなんてちょっと禁じ手だもんね。カイラル通信の動作テストをしてみたんだ。カイラルノードの観測やホログラムは異常なし。だがカイラルプリンターが稼働しない。そうだ、せっかくあんたが素材を運んできてくれたのに。すまない、こちらのミスでプリンターのユニットが納品されてなかった。ミスかよ、謝れ。プリンターをカイラル通信に接続する装置だ。どうも納品の途中でミュールに持ち去られたようだ。範囲を絞ることはできたが、ミュールのテリトリーだから近づくことができない。あんたの腕を見込んでお願いだ。ミュールの収穫地から回復してくれないか。ミュールの中に入ってけってこと？やだよ。ミュールの連中は奪った荷物を自分たちの縄張りに持ち帰る習性がある。彼らのポストを探し出し荷物を取り返せ。単純なことだ。だが気をつけろ、彼らは武器を持っている。武器持ってないです。自分戦闘が避けられない場合も想定して。いや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 、自分武器持ってないです。打撃、構える。あ、縄で縛るプレイができるんだね。なるほど。はい、フェアタロです。いいか、サム、ミュールの収穫基地に近づいたら簡易観測灯を使って連中のポストの位置を確認するのが有効だ。簡易観測灯。あれ、動けなくなった。やばい、コントローラーの電池が切れました。ミュールとドローン症候群。第一次遠征隊は現在西へ向かっている。配送と通信のインフラを構築するためにな。想像できないかもしれないが、デスストランディング以前、世界は通信回線と物流網によってつながっていた。AI とドローンのおかげで人が全く介在しない配送が実現するかと期待されていた。だが配送革命もシンギュラリティも起きなかった。その逆だった。人は無人化に耐えられなかったんだ。ストレスやオキシトシンの欠如でドローン症候群という症状に悩む人が続出した。そして再び人が配送に関わるようになった。配達人たちは自分こそがシステムを支えているという使命感と高揚感によって今度は配達依存症と呼ばれる症状を発した。ワーカホリックの一種とも言えるが、しかしデスストランディングで国や社会が崩壊したせいでその症状はもっと進んだ。配達が自己目的化して荷物に異常に執着する。ミュールはこうして生まれたんだ。ブリッジズは配達依存症を生まないシステムを作ることを約束するよ。ああ、さっき、ちらっと出てきたミュールの拠点に近づくなとか、ミュールに荷物を探知されたとかっていうのはこのことだったんだね。